僕はもともとは偏頭痛が30年あって、プロ野球選手目指してたけど運動音痴で、このまんま行ったら俺この仕事できへんなみたいな、なんで中国武術を始めたんですか。ああ、うん、しょっちゅう聞かれます。日本で一番古い全日本中国拳法連盟っていうところがあって、うん、でそこにこんにちは、山崎です。今日は石垣さんと今までの経緯とか、よく質問でどうやってそういう体を作っていったんですかって、一長一短ではないじゃないですか、そういう経緯についてのなんか質問みたいなのをちょっと まとめたりとか、その都度感じたりしたことでもなんか質問形式で今日はやっていきたいと思います。はい、お願いします。よく最初にこう言われるのが、そのよく質問されるでしょ、なんで中国武術を始めたんですか。あ、うん、しょっちゅう聞かれますそれね。そのきっかけは何ですか。僕は舞台です、うん、あ、舞台俳優やってたん で、その舞台やってて、うん、で劇団を作ったんですよ。ほうほう。あ、自分で。あ、そうです。僕と主催がいて、うん、はいはい、息統合して、じゃあ劇団作っちゃうみたいな。劇団を作って、でどんな芝居やろうかって言ったら、やっぱあのエンタメがいいよねってなって、うん、で僕ジャッキー・チェンとか、うん、あのすごい好きだったんで、やるんだったらカンフーものがいいですって。カンフー活劇の劇団を作ったんですよ。うん、そうなんだ。はい、でそれでじゃあカンフーやるんだったら、もうみんながやってるような、うん、なんとなくカンフーじゃなくて、うんうん、本格的なものを見せたいって言って習い始めた。そうなんですね。それきっかけなんですよ、実は。そうなんだ。はい、じゃあそれはどういう場所に入ったんですか、最初。あ、僕は調べて、ネットで調べて、うん、でやっぱりあの地元はなかったんですよ。僕埼玉なんですけど、うん、地元にはそういう教室がなくて、うん、日本で一番古い全日本中国拳法連盟っていうところがあって、うん、でそこに最初入りましたね。一番古いので一番実績もあるし、うん、と思って。そうなんだ。僕はもともとは偏頭痛が30年あって、プロ野球選手目指してたけど運動音痴で、でそこからトレーナーの業界に入って、で筋トレとかまあいろいろプライオメトリックスがどうとか、 SAQ トレーニングがとか、スタビライゼーショントレーニングがどうとか、なんかそういうのをいろいろやってたんですけど、あと整形外科でも働いて、はい、なんかいわゆるお客さんのなんかあの施術みたいなのしてたんやけど、これじゃ絶対治らんし、自分も痛みがひどくなるし、運動音痴も絶対治らないので、うん、このまんま行ったら俺この仕事できへんなみたいな、はい、これなんかガチのやつほんまに学ばんと俺終わったもんじゃないかと思って、最終的にもん叩いたもんが、あの日野明先生がやってはる、はい、あの武道。でも日野先生がやってるのって武道じゃないですか、はい、体を治そうと思ってそこに行ったわけじゃないですか、うん、はいはい。その頃はやっぱね、いっぱい勉強はしてたから、はい、武道っていうのは緩めたら強いみたいなのも知ってたんですよ、はい、で実際に昔ね、あの安倍成績先生っていう、その上島盛平先生のその最後の弟子みたいなあの先生がまだご存命やったんですね。そこに体験行ったのと日野先生のところに行ったんですよ、はい。で、より厳しそうやったのがめちゃったんですよ。あえて茨城の人に変わって、そうなんか優しかったんですよ、はい、あっちは。こっちの方がピリッとしてたんですよ、はい、これ僕そこまでやらんと変わらんなと思って、あ、それがだから最初でしたね、うん、あ、そうなんですね。あ、まあだから入り口は全然違いますね。はい、そうですね。でそこから整体の方に行ったじゃないですか、うん、その行った経緯ってあるんですか。あ、整体はもうだからずっと並行してました。僕は両方ともやるって。あ、そうなんですね。自分のほら元が偏頭痛、はい、で肩もここまでしか上がらんとか、へえ、野球やってたけど肩がもうはここも、ここ以上上げると痛いんです。もうアンダースローしかないこの番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。あと YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。でボール投げたらシュート回転してでキャッチャーやったのにセカンドまでワンバウンドで放れって言われたんですよ、監督に。ああ、いや、上がらないからですか。肩伸びない、あの肩が弱いからあ、そうなんですか。そう今じゃなんか考えられないんですけどね当時時速100キロぐらいしか出なかったんちゃうかな。いくつぐらいですか。だから高校野球やってて、高校野球で100キロじゃちょっと
でその後もいろいろなんかやってたけどもう全然無理で、でもその武道を習って自分で研究して136キロまで。すごっ136キロって言ったらプロ並みじゃないですか。いや全然全然それ全然プロ並みじゃないけれども、コンスタント見てないんですよ。あ、たまたまそのハマった投げ方になったら136出たり134出たりするんですけど、コンスタントに出ないってことはもう僕は1回のそのバンっていうのよりも自分の内部感覚がどう通ってその自分が納得いった投げ方で速い球投げたいと思ったんですよ、はい、だからその自分の納得感を追い求める方が強くなったんですよ。いやもう一郎ですよ。一郎で同じこと言ってましたよ。そう、はい、いかにこう自分のこう納得する空振りができるかっていうのをずっと、うん、追求してたって言ってましたね。じゃないとね、結果がね、まぐれになっちゃうんですよ、うんうん、そのたまたまその速い球が投げれたとか、例えば偏頭痛でいうとたまたま痛みが取れるってことあるんですよ。例えばもう30年やから1ヶ月に1回は痛すぎて吐いてたんですよ。1回、そんなひどい偏頭痛ですね。ずっとね。で、じゃあどうしようか、思いっきり冷やしてみようと、うん、もう真冬T シャツで原付でヘルメットをガンと圧迫してでやったら治った時があったんですよ。それ5回ぐらい試したけど1回だけでしたね最初の。とかガンガンにも痛くてどうしようもない時にこうじっとしても治らへんから、もうじゃあ逆に思いっきりスクワットしてしまうと、うん、治ったんですよ。アドレナリン出て、あ、アドレナリンが関係してるってことなんですかね。っていうふうに思ったんですけど、それを 2,3 回やるとひどくなるんですよ。だから結果出るのがたまたま痛みが取れたとか、整体とかでもここを押したら例えば抜けたとかあるんやけれども不変じゃないんですよ。だからその不変ってなんだろうっていうのをずっと探求して、まあ、やっと痛みが出ないとか、その運動音痴っていう領域から自分の中で超えれたっていう納得感があるんですけど、千垣さんがじゃあ例えばその中国武術でみんな同じようになるわけですよね、はい、でもその中で世界チャンピオンになるまでって言ったらそんな簡単な道じゃないやろし、何年かかったんですか。何年だろう、10年ぐらいかな。ああ、けどそんなもんできたんや。そうですね、要は10年選手と僕がやってる10年選手とちょっと違くて、うんうん、要は10年やって週1回やってる人と、うん、10年やってるのに毎日やってる人でもここの時点で7倍ぐらい違うんですよ。まあそれは違うね、はい、やってる量が違うから僕、うんうん、ほぼ毎日やってたんですよ、練習してたんですよ。練習やってたっていうのは通ってたってこと。いや、通ってるのは週1と、うん、あとは先生の個人でやられてる道場みたいなのがあって、うん、はい、でその間も自主練を毎日やってました。え、それはその先生の個人の道場で、個人の道場に行ってて、うん、で練習がない時は、うん、それを消化するために練習してたって感じですね、うん、ああ、次の練習までに、うん、今日言われたことは消化しようって次の練習までに、うん、でも大体今の自分のこう、うん、教えたりしてる人たちは1週間だったら戻ってるんですよ、やらないから。でまた同じことを練習して、その繰り返しで、だからなかなか成長してないんだけど、うんうん、僕は持ち越さないっていうのを、うんうん、自分の中で決めてて、あ、いや僕らも毎週通ってたんですけど稽古あるでしょ、うん、ほんならあと復習するじゃないですか、はい、もう全員ね受けさせました、うん、素人のやつはちょっと受けてっつってみんなにやってた、はい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 、だから自主練も日々やってました。ああ、それいいですよ、それね。え、今周りもお前なるしね。そうそうそう結構教えたりとかするのもこれ自分の練習にもなるんですよ。教えてて自分で気づくことっていっぱいあって、うん、でそういうのを積み重ねですよね。そうだな、ちょっと受けてって言ってほらっつって、けどなんかこんなんちゃうねんと、先生ももっとすごいねって言ってるんです。今日他の動画で山崎さんとこうやった時に、うんうん、山崎さんにかかんないのがあるじゃないですか僕がやって、うん、でそれを次やる時までにこういろんな人を試してで紹介していくみたいな、まあ、僕らで喋ってるのはね、まあ、こんな風に喋ってたら多分キリないんですけど、なんかせっかくもらった質問ちょっと読んでもうて、質問タイトルでお二方が毎日絶対に欠かさないルーティンや稽古があればお聞きしたいですと、はい、よろしくお願いします。僕はルーティンないです、はい、
ないことがルーティンかもしれないんですけど、やルーティンはあえて作らないですね。作っちゃうとなんかそこの型にはめられて、それが例えばそのルーティンやらなかったら今日は1日ダメだとかって、そういう風に思い込んじゃうじゃないですか。今日はこのルーティンやってなかったから調子が悪いんだって、そのルーティンのせいにしちゃうから、僕はあえてルーティン作らないですね。いつもの状態を保つみたいな。まあもうペターンなんですけど、日常が多分トレーニングになっていて、例えば今この姿勢で座ってる時も自分の違和感が今ここやから、ちょっと例えばこの足の重みとかを変えながら今腰を中に入れてとかってやってるんですよ。こういうのの積み重ねちゃうかなと、まあ、歩いてる時とか、まあ今でもそうですけど、じゃあ例えばちょっと左の肘が若干上がり気味なんですよ。これがもう一個落ちたいんですよね。こういう抜けをしたいはずなんですけど、ちょっと観察してみると若干こう上がってたりするんですよね。ああ左の肘落ちてへんなみたいなのを、全身のその違和感を汲み取ろうとしてる感じで、歩いてる時なんか多いですかね。それは僕もやります。やるでしょ。違和感があったら、その違和感、例えば右の腰がちょっと違和感なと思ったらこう緩めて、あ戻ったとか、うん、ちょっと肩が戻ったらマークとかそういう日常でこう自分の体を常にチェックしてるっていうのはあるかもしれないですね。あれはイメージ。僕がよくやるのが、例えば今こう歩いてます、まあ例えばちょっと手を出します。この時に自分のイメージの中で50キロの人が乗ってきたっていうイメージするんですよ。ほんなら普通こうなるじゃないですか。で50キロの人が乗ってきた時にこうやって思いっきりこうやって耐えるんですよね。わかります。はいはい、でこんなのを歩いてる時とかに勝手にもう僕の中では50キロかかってるこの人なんでこんな顔してんやろって思われるかもしれんけど、そういう自分の中にリアリティある。例えば、今こっちからこの歩いてる人が殴りかかってきたら自分はどう対処するかとか、イメージをやってますね。実際に稽古でやってくれりゃ一番いいんですけど、その機会ってそんな時間取られへんから、そうじゃない時に相手が実は長い棒を持っていたらとか、例えばですよ、なんかそういうイメトレが多いかもしれないですね。イメトレありますね。でもドラゴンボールの世界ですよ。意識があります。イメージをこうやってこう右から来た、左から来たって余計に。あ、そうそう。だからね、しやすいイメージ、例えば閻魔大王が出てきたなと思ってその人にとってはもしかしてイメージしやすいかもしれないけど、リアリティがあんまないじゃないですか。だから僕はよく重りとかでやるかも。マイク・タイソンが今僕のお腹の溝落ちにこうパンチしてきたら、ああこれ絶対やられるな、じゃあもうちょっとここを前に出した方が大丈夫かなとか、もうマイク・タイソンがパンチ打ってきたっていうような、自分の中でちょっとリアリティあるようなイメージトレーニングをして姿勢を作ってます。あ、これじゃまだ自分の体やられる、内臓やられるとか思いながらこう整えていってますかね。そういうのがルーティンかな。